くりしていってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。大体6作品くらいをまとめてレビューするのぜ。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。勇者系2書出討伐勇者9004体ゲーム記録、RPG のテンプレというか王道を行く展開を、逆手に取った感じが2020年っぽい感じで語彙数な作品、アニメ化するだろうな。と思ったら秒速でアニメ化した作品。この漫画は作画がめちゃんこ上手で、特徴のある作画しているから、読んでてあれ？この作画担当、信長の野望な老系作品書いている人じゃない？って思って調べたら、天聖貴族、鑑定スキルで成り上がるの作画担当だったでござるの巻。で、この作画担当が作画担当した作品は2024年現在 100%、アニメ化するという優秀な人材であり、凄すぎーな人材なのぜ。これは別にこの人が運が良いとかそうじゃなくて、運もあるんだけど、普通に作画がお上手だからだよ。作画がお上手なだけじゃなくて、一度見たら忘れない特徴的な作画してるのぜ。そこもすごいのぜ。ナロー系とかでコミカライズするときにもしっかり、そのコミカライズが面白いかとか、アニメ化狙えるかとか編集部の方でも審査が入るのぜ。で、合理的に考えれば、アニメ化しそう、人気出そうな面白いシナリオには、エースの作画担当をつけるから、作画見れば、面白いナロー系なのかどうか、ってのは大体わかるようになっているのぜ。だから作画が群抜にお上手だったら、それだけで、アニメ化しそうな当たりそうな、シナリオの漫画を担当できる可能性が高いから、作画力は大事だって古事記にも書かれている。内容は異様のものと戦っている感じのファンタジー世界。そこで優秀な能力を持つ犯罪者は、勇者系として、勇者にさせられて、修復不可能になるまで、異形のものとの戦闘を強いられるという囚人兵にさせられるというシナリオ。おお、勇者よ、ガメをべらしてしまうとは情けないのぜ。とそんな感じで勇者にさせられると、業界での復活する権利をもらえるので、ガメをべらしようが欠損がひどくなければ復活できるという、RPG のネタを使った2020年っぽい感じのシナリオが語彙数。で、主人公は昔は優秀な兵士？だったわけあり、こいつが、女神のチートを使いつつ、コミカルでクセ強な、ピーキー設定のサポート役の仲間たちを使いながら、異形と戦うというシナリオ。この漫画のシナリオすげーわというのは、しっかりオチまで考えてからシナリオを作っている部分であり、例えば、一章の臨時の仲間である。コソ泥のマスターキートンが仲間になる配置だったり、俺の名はロキール、ロリクスデッドのロキールだ、なのぜ。大抵のボス戦は、圧倒的な物量によるゴリ押しだったり、はめないと殺せないっていう感じの敵であり、毎回主人公がどうやってボスの弱点を見つけてはめ殺すか？という感じのシナリオがお上手。とりわけ、一章のうちで、だから、コソ泥のマスターキートンを配置する必要があったんですね。という展開を見た時に、ああ、これはアニメ化するわって感じになる。プロットをあらかじめ考えてから物語を逆算する手法ができるかどうかで、シナリオの品質が大きく上がるよと教えてくれる漫画。天聖貴族、鑑定スキルで成り上がる弱小領地を受け継いだので、優秀な人材を増やしていたら、最強領地になってた。信長の野望プラスファイアーエムブレムなナロー系な感じの作品。シナリオ進行は、群雄割拠する中世のアロッパ戦国時代を舞台に、人材の能力値をデータ化できるチート能力持ちの地方領主の息子に転生したショタが、成り上がるという感じのまんま、信長の野望というシナリオ、説明はこれに尽きるのだが、おまんじゅうたちが好感が持てる部分は、戦国時代だったり、三国志といったメジャー歴史のインスパイアする作品ではなく、ちゃんとオリジナルシナリオでストーリーを作っている部分、というのも史実をパクってインスパイアしてシナリオ作った方が楽なのぜ。例えばスネーク領主マムシの銅山みたいにちょろっと名前を変えて、信長が進んだ道をなぞってシナリオ作れば楽に作れるのぜ。この漫画はあんまりそういうことしないで、シナリオ作ってるから読んでて先が予測しにくくてべね。前半は、弱小領地というスタート地点からなので、自分の領地が平定されないように、優秀な側近だったり魔法使い集めとして、そいつらの問題や課題、とっちゃまの課題を解決したりすることで、軍事と財政を安定化させる内政パートレベリングして、で一通り人材が揃ったら、侵略戦争を始めて領地を伸ばしてって感じで、内政、外交を繰り返して拡張する信長の野望漫画。漫画として面白い部分は、シナリオがドラマチックになるようによく工夫されて作られている部分であり、お人よしの主人公が仲間に支えられて、大きく領土を拡張させていく王道を行くシナリオはお上手。とりわけ、侵略する国家はクズ国家なので、そこに住む領民のために平定するだけだからね。っていう部分の見せ方、読者に一切罪悪感を抱かせない作りはベネなのぜ。アニメ化するだろうなって思わせるドラマチックな書き方。
さらにはとても読みやすい作画とシナリオ進行しているという、まあここまで品質が高ければアニメ化するだろうなって感じの納得の作品。信長の野望系なろう系漫画をもう一つ、織田信長という謎の職業が魔法剣士よりチートだったので王国を作ることにしました。内容は N 歳になるとできるジョブガチャで、魔法剣士という魔法も剣も使えるジョブを引いたやつが大当たりというファンタジー世界。そこで貧困法制な腹違いの領主の下っ端な息子をしている男が主人公。こいつがジョブガチャで織田信長なる謎のジョブを引き当てたことにより、テンプレ通りめでたく七に送られる。ここから織田信長の英霊召喚して、織田信長の知識を使ったり、肉球は全てを弾くみたいなほぼ何でもありのチート能力を使って、群雄割拠する戦国ナーロッパ時代で、織田信長が走った感じの歴史を繰り返す感じの信長の野望な漫画。漫画としては、史実をいい感じにインスパイアして、国取り物語をする内容だし、他にも明智光秀のジョブを手に入れたキャラクターが出現するなど、大体史実通りにシナリオが進行する。漫画の前半のシナリオも作画も優等生という感じであり、読んでて面白い。ただ、片手落ちというか、この漫画と天聖貴族、鑑定スキルで成り上がるを比較した時に、こっちの漫画は何かが物足りないというか、アニメ化するだろうな、と思える、あと一つが足りないという印象。興味を引きにくいタイトルかもしれないし、コピペシナリオだからなのかわからないけど、読んだ時にピンとこないのぜ。普通にナロー系の中では上位に入る、面白い作品でおすすめの作品なんだけど、でも、アニメ化することだけが全てじゃないし、アニメ化したところであれなアニメ会社を引き当てちゃうと、アニメ化なんかしなきゃよかったって感じになるし、一長一短だと思うのぜ。週末のハーレムファンタジア、週末のハーレムなる漫画の派生作品だが、おまんじゅう的にはこっちの方が面白いしおすすめ。週末のハーレムは、近未来でうだうだモラトリアムをする作品で、こっちは国取り物語なのぜ。内容はお人よしで魔王になき方領主の息子が主人公。こいつの婚約者が荒れされたし、トッチャスマが荒れされたり、と一通りの汚名の責命からされた後に、ダークエルフのジャバボップイコールさんから、力が欲しいか？なら、くれてやる。されて、アザマスして、1年間のレベリングをして、女をハーレム化できる能力者になった後に、戦力になりそうな女を手当たり次第ハーレム化して軍事力強化して、自分のことをおめえの責命からした奴らの時とか、権力を軒並み平定してザマーするという、ハーレム、俺杖、国取り物語ザマーが全部詰まった。狙撃列のよくできた面白い作品。この漫画は作画もガチでお上手だし、国取り物語としてのシナリオがくっそ上手でよくできている。シナリオがとてもよくできているギャルゲーって感じの漫画なのぜ。だから、すっごい面白いんだけど、アニメ化しそうにない作品なんだよね。ベースがギャルゲーシナリオだからなのぜ。是非もなしなのぜ。それとこの漫画もそうだし、他の漫画でも割と起こる現象でおまんじゅう的に、これってどうなのっていう重箱の隅を用事でほじくる発言すると、この漫画の主人公って二重人格なんじゃないのって感じで性格が表現するんだよね。前半が魔王二のお人よしだったとしたら、中盤以降は俺の波動の邪魔をする奴は切り捨てるみたいな性格変化が起こるのぜ。とても面白いアマゾン系フルカラー漫画で、俺だけレベルアップな剣についてって漫画でも、性格が表現していて、ただのおまんじゅうが思うやつかみというか、違和感みたいなもので、一切気にする必要のないやつなんだけど、ジキルとハイドなのかな？って思う感じがおまんじゅうはする漫画。おまんじゅう的にはあらかじめ二重人格だって設定の方がすんなり受け入れられるのぜ。まあそんな感じのやっかみでした。漫画としてはガチで欠点のないくらい面白いし、作画も神、シナリオも神、色っぽいシーンもあるという全方向吉の神漫画。